どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、髪の毛を傷めずに効率よく乾かす方法について紹介します。はい、じゃあ今日もお人形さんにちょっと説明していきたいと思います。まずこう濡れた状態ですね、お風呂上がり、まあちょっとびちゃびちゃな状態ですね。この状態でもうすぐにドライヤーをかけてしまう、これはまあ早く乾かした方がいいんですけど、基本的にこれは NG です。なぜかというと、髪の毛にやっぱ水分びちゃびちゃ残ってる状態、びちゃびちゃな状態で乾かすとすごく効率が悪いので、まずはタオルドライをしっかりとやります、ね、しっかりと水分の水気をしっかりと取ってから乾かす、これがまず一つ目のポイントです。で、その次にドライヤーやる前、濡れてる状態ですね。で、こういうふうに櫛だったりとかブラシで溶かすっていうのも基本的にはあんまりやめていただきたいなと思います。なぜかというと、髪の毛の濡れてる状態っていうのは髪の毛がすごく不安定になってるし、ダメージが出やすい状態になっているので、なるべく溶かすんであればもう手ぐしでちょっと溶かすぐらいがちょうどいいかなと思います。結構ね、この状態で引っかかる方もいらっしゃると思うので、それを無理やりね、こういう櫛だったりとかブラシでガチガチ溶かしてしまうとダメージの原因になるかなと思いますので、できれば手櫛でやるようにしてください。次にドライヤーですね。ドライヤーを当てるときに、結構ね、近くで結構当てちゃう方がいらっしゃるかなと思うんですけど、基本的にこれも NG です。やっぱりね、近いとやっぱりダメージが出やすくて、こう高温になってしまいがちなので、できればちょっとね、20センチぐらい離しながら、乾かしてあげるのがベストかなと思います。で、その次に乾かす順番ですね。一番ね、乾きづらいだったりとか、あとね、根元の生え癖だったりとか前髪がある方は特になんですけど、根元をしっかりと乾かしていくっていうのが重要になってきますので、一番最初は根元で、根元を乾かして、中間、毛先の順番で乾かしていくのがベストかなと思います。で、乾かし方なんですけど、なるべくね、こう下からドライヤーを当てるっていうよりは、ちょっと上の方からドライヤーを当ててあげる。そうすることによって、髪の毛のキューティクルっていうのが綺麗に均等に揃ってきますので、これをね、なんかこう下から当てたりとかすると、あまり綺麗に面が整わない状態になってくるので、ツヤだったりとかが出ない状態になってきます。なので、なるべくちょっと斜め上ぐらいから下に向かって、キューティクルを整えるような感じで乾かしてあげるとベストかなと思います。今まで言ってたことに関しては皆さん知ってる方がほとんどかなと思うんですけど、だけど、自分でドライヤーを乾かすときっていうのは、まあ、例えばですけどね、近くでドライヤーしたらダメなのはわかると。だけど、自分で寝てるときって結構ね、無意識の間に近くでドライヤーかける方がね、ほとんどかなと思うんで。でも、まあ、そういう風にやってしまったら絶対ダメージ出るじゃないですか。これを近くでもダメージ出ないドライヤーがあったら結構使いたいかなと思うので、それのドライヤーをね、今日はちょっと紹介していきたいと思います。僕が今おすすめするドライヤーっていうのは、このね、クレイツさんのエレメアドライっていうね、ドライヤーなんですけど、これの一番いいとこっていうのは温度調節できる。あと、風量の調節ができる。っていうのが一番のポイントかなと思います。で、温度調節できるっていうことは、例えばですけどね、根元に関しては結構ね、ダメージが少ない状態で、髪の毛もかなり健康なので、温度をね、結構ね、フルマックスで、当ててあげてもいいかなと思うんですけど、まあ中間だったり毛先って少しダメージが出てきてるかなと思うので、温度だったりとかをちょっと低めでできたりもする。そうすることによってダメージだったりとか乾燥を防げるっていう、状態になるので、で、だから結構ね、近くでドライヤー乾かしても全然問題ないかな。で、例えばね、こうコテとかって、まあ、温度調節できるじゃないですか。毛先の方でダメージがあるから、ちょっとね、低めの温度で巻こうとか。で、中間そこまでダメージないから結構高めの温度で巻こうとか。こうやって調節できたりもするので、で、ドライヤーっていうのは、でもそういうことができないのがほとんどだと思うので、その調節ができるっていうドライヤーです、これが。なので、もうね、根元は結構ね、高温でバッと乾かして。で、中間毛先っていうのは低温で乾かす。ちょっとね、それについてちょっと紹介していきたいと思います。
じゃあ実際ちょっと乾かしていきたいと思います。見えますかね、これ最初デジタルで120で出てるんですよ。結構ね、高温で熱い感じになってます。もうこの状態で手でやると結構熱い状態です。で、例えばこれで根元の部分を乾かす。こうやって乾かすと早く乾くのって分かりますかね。で、例えばじゃあこれを100度、80度、まあ、100度ぐらいにして中間を乾かす。で、結構ね、近くで当てちゃうっていう方もいらっしゃるかなと思うので、じゃあもうちょっと80ぐらいにちょっと、80ぐらいに変えようって。で、こうすると結構ね、そんなに熱くないです。で、例えばじゃあね、60度とかでやると多分、もうこうやってでもそんな熱くないですね。まあ、ちょっと熱いぐらいですけど、もうこのぐらいでこう乾かしてあげる。で、毛先すごくダメージあるなーってなった時に、40度まで落ちるんですよ。これ40度が最低です。で、やると、もうほぼほぼ、冷風に近い感じになってくるかなと思うので、こうやってね、調節しながらね、乾かしていけるっていうのが、結構ね、これからの時代、かなりね、重宝されるドライヤーになるかなと思います。で、風量もだいぶ、3段階あって、だいぶうるさいですよ。3段階あるので、まあ、風の量をね、強く早く乾かしたいって方は、フルマックスで乾かしてあげると、早く乾きます。こういう風に調節ができるっていうドライヤーです。ということで、まとめます。どうでしたかね、結構このドライヤー。かなり僕は使えるかなと思います。ただ、これを、じゃあ、美容室で使うかって言ったら、多分使わないです。なぜかというと、美容師、僕らっていうのは、こういう風にね、調節だったりとかを結構頑張ってやってます。こう、ドライヤーの風を、まあ、例えば結構遠くから当てたりとかっていうこともできるし、早く乾かしたいときはちょっと近場でバーっと乾かしたりもするし、いろいろね、高性能のドライヤーを僕らはいろんな風にして使いこなせるっていうのが、まあ美容師です。なんですけど、皆さんね、家でやられるときっていうのは、多分ね、そういうことができないっていう方が結構ほとんどかなと思うんで、だからね、いいドライヤーを使っても結構ね、ダメージが出るとか、あんまり髪の毛の質が良くならないっていう方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、それは、まあ僕らはそういうのを使いこなしてるから、そういうことができます。なんですけど、皆さんっていうのは、多分ね、そういうことがやっぱ難しい。物理的に難しいじゃないですか。話してやってくれとかって言っても、そんなにできないし、長い方だったらね、こう調節しながらとかってやるのも絶対無理かなと思うので、そういう時にこういうドライヤーがあると、かなり使えるかなと思います。で、いわゆる、こう、低温のドライヤーってあるじゃないですか。いろんなね、多分それも多分皆さんよくね、ご存知の方は知ってるかなと思うんですけど、温度設定がだいぶ低いと。で、それを使うことによって、やっぱりダメージが出にくいとか、っていう風にしてね、こう、使ってらっしゃる方が結構多いかなと思うんですけど、じゃあ、それが皆さんに当てはまるかどうかっていう話です。例えば、髪の毛のね、量が多い方だったり、太い方だったりとか、乾きづらい方ですよね。そういう方がダメージをもちろん気にされてる方ってほとんどかなと思うんですけど、そういう方が、じゃあそういう低温のドライヤーを使って、やるとどうなるかって言ったら、乾くめちゃくちゃ遅いかな。で、もっと言うと、ちょっとね、こう、美容師的な考えで言うと、そういう低温のドライヤーで乾かすと、まあ、髪の毛のキューティクルっていうのは、濡れた状態っていうのは開いてるんですよ。で、乾いた状態で閉じるんですね。で、まあ、さっきの乾かし方で、こう、上から乾かしてくださいよ。つったら、綺麗に閉じるんですけど。で、低温のドライヤーで乾かすと、完全に閉じない状態になる。いわゆる、その、水素結合っていう、言うんですけど、それがね、うまく進まないで、綺麗にキューティーが閉じない。で、なおかつ癖があんまり伸びないっていうことになるかなと思うので、まあ僕ら的な考えなんですけど。ってなると、あんまりね、低温のドライヤーをその方が使うのはどうかってなったら、なかなか難しいかなと思うので、だったら温度調節ができるドライヤーっていうのが高い温度でバーッと乾かして、で、ダメージがある毛先をちょっと優しめの温度でやってあげる。まあそういう風にしてこう調節できると、本当にね、髪の毛っていうのは綺麗になるし、本当にね、ドライヤーのかけ方一つでだいぶ髪質変わりますから。本当にね、ドライヤーに悩まれている方、
よかったらね、クレイツさんのエレメアドライ、よかったら参考にしてみてください。またこの動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。で、これについてのコメントだったりとか、気になることがあったら、また、どしどし、コメントください。それではまた、次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。